ギフト企画やっています。動画にこの丸いのが2体隠れていますので、見つけてギフトをもらってってください。皆さんを発っつーん。レベル上げの動画多すぎない？僕は海外の方の動画を参考にしてるので、日本人のね、フォートナイトの動画を全然見てなかったんですよ。だから久しぶりにね、フォートナイトスペースレベル上げで検索してみたら、まあいろんな人が動画を出している。本当にびっくりした。そんなね、数多くのレベル上げ動画がある中、僕の動画を見てくれている皆様、本当ありがとう。これからも頑張るわ、もう本当に。もうこのアイテムショップ右下のクリエイターサポートはもちろん DETUN このね6文字を打って決定を押してください。ボジトレってなわけで、今回はねクリエイマップの無限 XP 紹介していきたいと思います。海外の方がね紹介していたマップをね中心に解説をしていきたいと思います。で今回は何マップあるかな、3マップかな、多分3マップだと思う。1,2,3 3マップですね。3マップ紹介していきたいと思いますんでよろしく。でまずは1つ目のマップですね、島のコードから打ってきます。ドン792888310877の後に V11 1v1 ビルドファイトブル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 、こちらでいきます。これアラビア語らしいね。どうやって読む、本当に読める人いる、これ。このマップはね前にも紹介したことがあると思うんだけど、またね違う経験値の稼ぎ方があるらしいんで、そちらをね紹介していきたいと思います。さてと、ここにやってきましたらね、左側に XP を授与するって書いてあるのを確認してゲームスタートやっていきましょい。どうせまたね10秒間動けないんだよね。だよね、もうねいつもだね。もう最近この手のマップ多いよね。またねこんなここでね10秒間動けないんで、このね黄色い点線の先にあるこの緑の台に近づきまして、ここを押して、ここの3文字消してで DETTUN このね6文字にすり替えて決定を押しちゃってください。あーやばい、なんかめっちゃ足つった、足つった、痛い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 。でこれをやりましたら、ここのね裂け目んとこ入っていきまして、でまずはねグラップラーを持つらしい。グラップラーを持つって書いてあるけどね、これはねなんかあの予防ミスった時用にねグラップラーがあるだけっぽい。でこのねグラップラーを持ちましたら、あたりをぐるっと見渡すとね、バンパーがあったあったあった、ここにねバンパーがあるんですよ。このねバンパーで真上に飛んでいくらしい。で真上にねなんかあるらしい。あほらほらほら、なんかね上になんかあるじゃん、あそこに行きたいらしい。なのでこのバンパーを使ってね上にピョーンって飛んでって、よいしょ到着。でここに来たら、ここのね端っこまで走ってって、ここからから建築をしていくらしい。階段を1で床を2で、これでま突っ走っていくと、ああこうやってねワープします。でここに来たらなんかねすごいでっかい建物に来ちゃったんだけど、まあ、でここでねワープしたらね、そのままねまっすぐ走ってって、1回上に登って、もう1回上に登って、ここかな、3階かな、だから3階に来まして、3階の右側にあるここのキッチン、ここのここキッチンでいいのかな、なんかレジもあるから、ここお店かな、まあ、ここのお店の一番端っこにボタンが、あ、あったあったあった、ほらここにね XP のボタンがあるんですよ。これを押すと、そうすると最初のね TETTUN って打ったところに戻ってきて、これでね経験値がもらえます。ちょっと分かりにくかったかな。まあ、このねグラップラーを持ってバンパーに乗っていくまでは多分大丈夫だと思う。よいしょ、こうやってバンパーに乗って、で階段を1建築して、でこのまま突っ走っていくと、ここでワープしてってなって、で問題がここだよね。ちょっと分かりにくいのが、このままね走ってって1回階段登って、ここで2階じゃないですか。あ、ここ2階とか言うか、これ2階ねえじゃん別にここの2階のフロアなんもねえんだけど、今気づいたわ。じゃあ普通にそのまま上行けばいいだけだわ。じゃあ分かりやすいわ。この上何があんの、この上、この上は、あこの上もなんかあるんだ、なんかあるんだけれども、まあ、それは無視してね、一応3階、フロアこれ3階って言っていいのかな。まあでも多分お店っぽいのがあるのは多分ここだけなんじゃないかな。あのキッチンっぽいお店っぽい感じなのはあそこだけだと思うんで、きっとだよね。あーないもんね。まあじゃあそんな分からなくなることはないのか。まあ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 、動画の通りにやっていただければ多分いけると思いますので、ぜひともね皆さんこの動画を見ながらね真似してやってみてください。あーそんでね、経験値がもらえるボタンっていうのはね1ラウンドごとに1回しか出てこないんですよ。なので今ねここに行ってももうないわけですよ、このボタンが。もう一回ねこのボタンを押して経験値が欲しいなっていう場合は、一旦ここでねゲームを終了するっていうのを押して、マップをね入り直すと、またね心にボタンが復活して経験値がもらえるようになっているんで、まあね連続してもらいたい人はね試してみてください。まあてなわけで、このマップはこれで以上かな、今回紹介したいのは。まあてなわけで、一つ目のマップはこれで以上になります。いいね、戻ります。さてどんもろできました、チャンネル登録しました、ギフトください。チャンネル登録した人全員にギフトをあげてたら僕やばいことになるぞ。少なくともね今チャンネル登録者が
が何人だ僕、3万3000くらいだったと思うんで、それでね、一番安いアイテムでもまあ100円かな、100円があったとして33000×100 だから普通に300万円超えるよね。いや無理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 、そんな無理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 、僕貧乏なんで無理です。まあね、ギフトが欲しいんだったら定期的にねギフト企画やっていますので、そちらにねご参加のほどよろしくお願いいたします。ギフト企画の参加方法は概要欄に書いてあるんでよろしくです。てなわけで2つ目のマップ紹介していきますか。2つ目のマップのコードこちらです。ドン、95308604857070、なんとに V16 ボンブイボンビルドファイトウィンター、雪、鉄外れにも程があるぞこのマップ。さてここにやってきたらね、左の XP を授与するというのを確認した後にゲームスタートやっていきますか。よいしょっと。でね、もうねここね10秒間動けないんで、まあいつものようにねこのね黄色い点線の先にありますこの黄色い台のところに近づいて、ここの4文字を消してここで DDTTUN って言ってください。そろそろこの一連の作業でお経を唱えれるよ。でこれをやりましたら、このままねもうね 1V1 の会場にすっ飛んでいきましょう。スポーンって。でねこれね飛んでいって、あたりを見渡すとね、あそこに雪だるまがあるじゃないですか。あでもこっちにも雪だるまあんのか、どっちだ。おそらくねこのねリスポーン地点をね正面、こっち側のね正面とした時に右側、こっち側の雪だるまのね方に行きましょう。この三連雪だるまの真ん中の雪だるま、このねちょっとでかい雪だるまの後ろにねボタンがあるはずなんよ。あーあったあったあった、 ここですね。ここ雪だるまのちょい後ろですね。ここにねシークレット XP ってボタンがあるんで、これを押しましょう。そうしますと最初にね TETTUN って打ったところに戻ってきて、これでね経験値がもらえます。でねこのマップのね経験値はね多分ね放置で、さっきのねシークレット XP ってやつを押せばもうねあとは放置しているだけで勝手に経験値がね溜まっていくっていうマップになっております。ほら今もねもうね僕コントローラーをもう完全に机の上に置いてもう放置してる状態なんですけれども、これでもね勝手に経験値が入ってくるっていう状態ですね。もうほんと放置で稼げるマップっていいよね。でねこのマップねまだねもらえるところがあるらしい、重ね掛けができるらしいんで、この経験値のそれもね紹介していきます。でまたねこのね 1V1 の会場に飛んでいきましょう。よいしょー。でこっちくるって振り返って、ここにねなんかいっぱいアイテムがあるじゃないですか。ここにほらもう、でここのねアイテムの上の方にこれねフロッパーがあるんですよ。まずフロッパーをね見つけてください。でフロッパーのところからこのねこっち側、このね先にね建築をしていくらしい。で床を5個建築するんかな、1、2、3、4、5でこうやってね5個床を建築しました。でこのね5個目の床の真ん中ら辺にこうやってねシークレット XP というボタンがあるんですよ。これを押していただくとまたね最初のね TETTUN ってところに戻ってきて、ほらこれでねプラスでねもらえてるの分かる、これ XP なんかゲット10スキルズみたいなのもうプラスしてもらえてるんですよ。まあこのマップはねこれで以上になります。まあおさらいをしますと、あそこでね TETTUN って打っていただいて、この 1V1 の会場に飛んでいただいて、右側の雪だるまの後ろ側にね XP のボタン、ここら辺にね XP のボタンで、フロッパーのところから床をね5つ建築して、5つ目の床のところに XP のボタン、ここら辺ですね、といった感じのねマップになっておりました。でねこのマップはね先ほども言ったんですけれども、放置でね経験値がね延々と稼げるマップですので、さっきのねボタンをもう1回でも押しちゃえば、あとはねもうねフォートナイトをつけてさえいれば勝手に経験値が入ってくるっていう状態になりますので、まあ、特にね忙しい人、フォートナイトのねレベルを上げたいんだけど今ね忙しいよっていう人がね、このマップをやるとねとても効率よく経験値が稼げるんで、ぜひともね試してみてください。はい、てなわけでもうこのマップでの紹介することはこれで以上だよな。うん多分大丈夫、うんこれで大丈夫なんで、一旦抜けてまたね次のマップ紹介していきますね。よいしょ、戻ります。さてと戻ってきました。でお次が今回最後かな、3つ目のマップの紹介になりますね。マップのコードこちらになります。ドン、12949384509494の後に V4 1V1 ビルドファイト、オーディレイって何ですか、まあよくわかんないけどやっていきましょう。さてとここにやってきたらね、左側に XP を授与するっていうのを確認して、あもうこれ勝手に始まっちゃった、あ勝手に始まっちゃったまあゲームスタートするなり勝手に始めるなりしてくださいって、そうするとね10秒間こっから動けないんで、その間にねこのねすごいこのもう指刺されたり矢印があったりっていうねすごい目立つこの台のところに来まして、この台を押してここのね3文字を消して TETTUN この6文字を打って決定を押してください。でこれをやりましたらもうね1V1 の会場に飛んでって、でこのねリスポーン地点こっちをね正面とした時に右側ここのねバンパーに乗ってください。でここのねバンパーに乗るとあっち側にすっ飛ぶらしい。ほらほらあっちにさなんかさ謎の建築物あるじゃん、あそこに今ピン刺したとこに、あそこにすっ飛んでいくらしいよ。一回楽しみね。よいしょ、
あー、ほんと、飛びすぎじゃない？ほんと、すごい飛ぶじゃん。ぴょんってここに来るんですよ。で、ここに来たら、ここでね、建築をし始めて、ここの一番近くの、今ここにね、山があるじゃないですか。この山の頂上に行きます。で、そうしますと、山の頂上に、あったとっ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 と、ここにね、XP のボタンがあるんで、これを押しますと、最初にね、TETTUN って打ったところに戻ってきて、これで、あー、経験値、あー、すごい、こんなもらえるの？すごいもらえる。びっくりした。2万近くもらえたぞ。すごいもらえた。でね、2万近くもらえてね、びっくりしているんだけども、このマップね、まだあります。ぴょーんってこれ飛んでって、さっきはさ、この右側の方の山に行ったじゃないですか。次はね、こっちのね、左側の方の山に行くらしい。でもね、海外の人はね、こっちの左側の方の山には、普通にこう、建築で行ってたんだよね。あのバンパーで行けないの？なんか、こっちにもバンパーあるんだけど、飛んでいけないのかな？一回試してみていい？はーい、飛びまーす。ドン！全然止まれ。ほんとだ、全然ダメだ。じゃあ、こっちの山には、自分でね、建築していきましょう。なんでこっちにはバンパー用意してくんなかったんだ。何気にめんどくさいぞ、これ。ここまで来んの。よいしょ。よし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 。で、ここに来たらね、またね、頂上にね、同じように経験値が、経験値じゃなくてボタンがある。あー、ほんとだ、あった。こうやってね、ボタンがあるんですよ。なので、これを押しまーす。そうするとね、またね、さっきのとこ戻ってきて、これでもね、さっきと同じくらいの量の経験値がもらえるはず。おー、レベルが上がったー。はい、ってなわけでね、このマップはね、これで以上でございます。いかがだったでしょうか。まあ、シンプルに、こうね、1v1 とこからぴょーんって飛んだ先の右側の山と、左側の山の頂上に経験値がもらえるボタンがあるよっていった感じでございます。まあ覚えやすいよね。そしてね、なかなかなね、経験値の量もらえますんで、レベル上げにね困ってる方はぜひともね、このマップやってみてください。いいね。はい、ってなわけでね、今回はね、3つマップをね紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。個人的にはこの3つ目のマップすごいいいんじゃないかなと思います。まあまずね、ボタンが2つあるしね。まあでもこのね、左側の山の方に行くのちょっと面倒だけどね。もうほら見てよ、この建築の跡結構遠いよ。なかなかの枚数建築してるよ、これ。なんでね、ちょっとね、左側の方行くのはちょいと面倒なんですけれども、それを加味したとしても、なかなかにね、多めの経験値量をもらえるんで、レベル上げに困ってる方は本当にね、やってみることをお勧めします。はい、このチャンネルではね、このようにフォートナイトの攻略に役立つような情報を多めで動画を作っておりますので、よろしかったらね、チャンネル登録、通知のオン、高評価をしていただけると嬉しいです。最近ね、みんな、新シーズンになったからっていうのもあると思うんだけど、すごいね、動画見てくれて、本当に嬉しい。こうやってね、視聴回数とか、あとはコメントとかがつくとね、すごいモチベーションが上がるんで、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくっていったところで、今回のはね、ここで動画終わりたいと思います。そんじゃあね、バイバーイ。